皆さんおはようございます。今日はライブ本番当日ということで、1日簡単に Vlog を撮っていこうかなと思います。今日本番なんですけど、なんと首を寝違えてしまって、今ねこっちが抜けないのすごく痛くて、まあでもとりあえず痛み止めを飲んでなんとか収まったらいいなと思ってます。じゃあ準備をするのでまた後で。レッツゴー。今準備が終わったので、これから、あ、準備っていうかメイクとかが終わりました。あとはギターとか持ってくものとかを準備してお家を出たいと思います。首の寝違えちゃったのがまだ治ってなくて、一応痛み止め飲んでから少しは良くなったんだけど、やっぱりまだ右向けないし痛い。何かしら本番の日に事件が起きちゃうんですよね。まあでも多分なんとかなるので頑張ります。それでは準備行ってきます。準備をしてて気づいたんですけど、なんとギターの電池がもう切れていて、しかも予備の電池もなくって、まだちょっと時間があるので今から急いで買っていきたいと思います。すごい準備不足でどうしよう。今から急いでちょっと買ってくるので、電池を買ってきて入れ替えてお家をすぐに出たいと思います。今日はとっても晴れています。そんなに寒くもなく、あ、まあちょっと寒いけど結構晴れてます。今急遽電池を買ってきたので、これを入れ替えていきたいと思います。パナソニック、ちゃんと確認しといてよかったって、本当だったら前日のうちに確認しておかないといけないんですけど忘れてました。これをまずストラップを取ります。これがなかなか取れないんだよね。で、これをどうやって開けるんだっけ。あ、開いた、開きました。でで、こういう向きで入れる。実は1回しか変えたことがなくて、いけるかな。これを、色が違うな。で、これを入れ替えます。できました。これをここに差し、あ、こっちか、差し込んで、よし、これでアンプとつなげれば音が出るようになりました。で、ストラップをつけて、これがつけるのが大変、爪が折れそうです。なんとかつけ終わりました。あとはこれを持っていきたいと思います。行ってきます。それでは行ってきます。
湯張りを始めます。お風呂の栓は済ましたか？